しかも、本名シモン・アルシャコビチ・テルペトロは、アルメニア人のオールド・ボリシェビキ。後に、ソビエト連邦の指導者となったヨシフ・スターリンとは、幼馴染みであった。変装の名手であった、彼は、1903年から1912年にかけて、主に当時ロシア帝国の一部であったグルジアにおいて、ロシア社会民主労働党のボリシェビキ派のために、多数の軍事作戦を実行した。 中でも特に有名なのは、ボリシェビキ指導部が、党活動資金を獲得するために計画し、カモが中心的役割を担った1907年チフリス、銀行強盗事件である。一連の軍事活動のために、カモは1907年に、ベルリンで逮捕され、投獄されたが、ドイツでも、また後にはロシアでも、獄中では発狂したふりをして当時、脱獄して、国外へ逃れた。 カモは1912年に武装強盗未遂で再び逮捕され死刑を宣告された。しかし、この死刑判決はロマノ府長300周年記念祝賀による恩赦で終身刑に減刑された。1917年の2月革命後、カモは解放された。カモは1922年にチフリスで自転車に乗っていたところトラックに跳ねられて死んだ。死後、 カモの遺体は、ディフリスの家エレバン広場に近いプーシキン公園に埋葬され、記念碑が建立されたが、後に、この記念碑は、スターリン時代に撤去され、遺体も別の場所に移され行方不明となった。カモという偽名は、テルペトロがロシア語が苦手だったことに由来している。子供の頃、学校の授業で、テルペトロ少年は教師に、何と尋ねようとして、誰に と言ってしまった。この間違いは、生徒たちの間で大いに受けたので、以降、彼は修正、カモとして知られるようになった。ありがとうございます。